日常英語の食歌日記にようこそ。さて本日のメニューはこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちら松栄堂堂というメーカーさんが作られたバニラロールケーキとマーブルロールケーキを食べたいと思います。マーブルってことは何かが混ぜ込まれてるんですけど、ね、何が巻き込まれてるんでしょうね。下回ってないわ。では早速バニラロールの方からいただきたいと思います。おー結構大きいですね見た目。はい、こんな感じになってます。ではいただきます。どちらがと言われてもこれ今一つ違いがわからないな。よくよく噛み締めると何が違うのかもしれませんが、チャンネル登録よろしくお願いします。どちらもしっとりとした中にも弾力のある生地にさっぱりとしたバニラクリームが巻かれていて美味しかったんですが、バニラロールの方はそれでいいのです。ただマーブルロールの方はマーブルって書いてあるんですけど、そのマーブルに、ね、として混ぜ込まれているものがどこにあるのか何なのかが全くわからないような状態になってしまっています。完全にバニラロールと味が変わらなかったので、焼き目なのかなマーブルっていう。なのでバニラクリームロールとしては美味しかったのですが、マーブルロールは名前負けしているな、そんな感じです。なのでどちらも同じ商品として考えると、これはこちらの点数とさせていただきます。ちょっと名前負けしてる感が否めないんですね。それではこぞ今年ルーブル美術館かな、行けるので、なぜ行けないのかいろいろ突っ込まれそうですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終演。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。